はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。山田様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もお越しいただき誠に恐縮であります。この方は昔から随分と前から何度もご支援いただいて、非常に感謝しております。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。コラボ若草ボンドパップスプラス村木敦子、赤い羽募金の闇 NHK スクランブルについて昼凱旋やってまいりました。場所は池袋駅東口ですね、ルイ・ヴィトン前。ということで、私をご存知でお声掛けくださった方ありがとうございました。目力のすごい女性だったんですけれども、目バッチリしててですね、まあ、マスクだったんでお顔は分かりませんでしたけれども、ありがとうございました。こういうのね、コラボのこの字も知らない方に街頭で拡散されるのはさぞかし嫌でしょうね。私は根性がねじ曲がってるので人の嫌がることを進んでやりますというわけなんですけれども、これ不特定多数に教えるわけじゃないですか。あ、コラボだ、パップスだ、都の会計監査がとかですね。それは嫌みたいなんですね、パヨどもは。芝木隊なんていうのもですね、デモとか凱旋やられるのを非常に嫌がって妨害に来ると。ネットで収まってるうちはいいんですけど、街頭でやられると非常に嫌、テレビと新聞しか見ない人にも知られちゃうのが非常に嫌みたいで、なので、私は人の嫌がることを進んでやります。何度も言いますけれども、草のものから画像提供、草のものさんありがとうございました。1月13日19時アルタ前で防衛強化に反対する外観誘致主義者の皆さんです。全学連って上り見えますね。支援車両がこちら、練馬 A2762、2日後の1月15日18時西荻窪で、防衛強化に反対する学会誘致主義者の皆さん上り一緒。あとなんか更新もしたみたいなんですけど、まあ先導車一緒ですね。練馬 A2762 上りのドイツと、少数が張り切って、まあ10人ぐらいかな、はしご活動してるみたいですね。献身なのか、日当目当てなのか、それとも功徳を積む宗教行事なのか、それとも単なる生存確認。車両には、洞口杉並区議のポスター貼ってあったんで、中核派の活動と見て取れます。全学連って共産党で、中核派は共産党から離脱した連中なんですけど、今は仲良くやってるようで何よりだな。仲良きことは美しきことかな。洞口がなんで、令和を名乗らないのか、ちょっと不思議なんですよ。同じ中核派なのにね。令和名乗ったらいないの？洞口さん。テレビ報道、汚染水放出に反対する県内の若者たちの映像が衝撃的。ババーン。どう見ても全員50歳超えて、60超えてそう。なんですけれども、そういえば赤旗で視力が70代になってしまった共産党言ってたから、パヨの目からは50歳でも若者って見えるのかな。こんな方々でもピチピチだな。なんてね、70代の共産党員には見えるんだろうか。衝撃的ですね。テレビもなんかね、おかしいって思わねえのか、お前らは。1月16日から開始と聞いていた困難女性支援法のパブコメ募集、未だ始まってない模様であります。どこ探しても見当たりません。複数の賢者が指摘しておりました。どこの誰がどんな基準で支援が必要な困難女性と認定するか、明確でないと。自称困難の外国人に無制限に税金が流れる恐れがある。基準、日本人に限るであるとか、そういうのをしっかりしてないという話なんですけど、それには気がつかなかったな。外国人に、蓋を開けてみたら、外国人ばっかり支援してやがって、みたいな、そんなことばっかもしんねえな。困難女性支援法パブコメに、とつってもらいたい問題点に、追加しておきましたので、よろしくお願いいたします。BS 日テレ、真相ニュースにコラボ登場。
BS なりど民放初登場かな。MX テレビでは、ちらっとやったことはあるんですけれども、まあまあ、キー局、日テレ、キー局、BS なりど、出たのは初めてかな。番宣ツイートから、検索回避のためか、コ、シー、オラボと、半角スペースを入れていることを発見され、せっこと大好評を博しておりました。こちらですね。この辺にあるんですけど、シーオラボって書いてある。シーオラボってなんで。でも、努力も虚しく、これ弾くとちゃんと出るそうです。せっこいことやってんだねよ、日テレはよ。やはりコラボ界隈と赤い羽、テレビが取り上げたくない話題みたいで、大臣の発言中をぶった切ってですね、CM に突入、強制番組終了の暴挙をかましておりました。盛り上がるネット。こんなの初めて見たわ。加藤厚労大臣発言。コラボの不適切会計は明らか。議員立法したもので、民間との協力は、不可欠。直接の対応は東京都。まずは都の監査結果待ち。2月28日の帳簿再提出のこと言ってんだと思うんですけど、アナウンサー、ここの代表は困難女性支援法の有識者会議のメンバーなんですけど、不適切じゃないんですか？ニート無能さんのことを言ってんだと思いますけれども、加藤大臣、まずは監査結果を。逃げましたね。この途中で CM 行っちゃったんですけど、困難女性支援法にまで突っ込んだアナウンサー偉いなぁ。ぐじぐじと濁す大臣。どうやら自民にコラボ撃滅は期待できないなぁ。高市さん、小野田さん、杉田さん、青山さんあたりもですね、コラボと赤い羽の件にはだんまり決め込んでおります。自民党が観光令を発したんでしょうかね。この件に関しては黙ってろみたいな命令下と。恐ろしい困難女性支援法もですね、自民が賛成しなきゃ過半数ないわけで、自民はむさぼる側なのかな、ひょっとしたらな。それとも赤い羽が炎上しそうで嫌なのかな。よく考えたらね、学校で募金集めさせとか、町会で募金集めさせとか、自治会で募金集めさせとかいうゲートはですね、自民が力貸さないとできないゲートでは、つまり自民が赤い羽に便宜を図るっていうか、いっぱい金集まるようにしてるっていうかね、大臣の煮え切らない態度で与党と政府が東京都のせいにしたいっていうのは十分伝わった。小池これどうすんの、あんた責任押し付けられる。この人もまだまだだんまりみたいですけどね。記者に質問禁止してんだって。特定の記者しか刺さねえんだって。いずれにしろコラボは大臣も知るところとなったと判明。知ってんでしょ、知らねえっていうわけにはいかないですよ。都関西と村木敦子と全力擁護の共産党にプレッシャーになったでしょうね、随分ね。2月末のですね、帳簿再提出で都関西がなあなあで済ませるってことできなくなりましたね。これなあなあで済ましたら我々も黙ってないですよね。つっついてつっついておかしいだろって言いますよね。凱旋は私がしますんで。国の会計検査院の検査も入るそうですし、まあ未確認情報ですけれども、国が半分出してる事業だから入んないはずがないっていう説もありまして、こちらは事業のコスト効率判定もあるそうですよ。つまりですね、かけた金に見合った効果あんですか、この事業は。そのためには事業実績報告出さないといけないけど、帳簿すらついてない、領収書も集めてないっていう噂のコラボがですね、これをできるとは到底思えないんだよな。実績報告、こんなに働きました、こんなに実績上げました、こんなに女性を救いました、2月末に向けてますます界隈の発表がひどくなるんじゃないか。私もせっせと凱旋やって周知努めますわ。今んとこうちしかやってみないみたいだしね。街頭とかでやられると非常に嫌、あいつらは。テレビしかない見ない人、新聞しか見ない人、ネット全然やんない人にも広まっちゃうから。ネットで知った人はどうせ敵だ。諦めてるみたいな不思議ですよね。
コラボ用語は共産系で立憲界隈がほぼだんまりってことにネット民が気づいてしまいました。ネットの話です。通貨フェミやパヨが憎悪ばっか撒き散らしすぎだろ、悪目立ちしなければずっと甘い汁を安全に吸えていたのにな。これあのコラボのことですかね。ずっと甘い汁吸ってた連中は余計なことしたと二党を憎んでるだろ。立憲がほぼだんまりなんだが、コラボは無関係なのか。突っ込んで火の粉浴びたくないだけでは、擁護するのが無理なだけでは、関わるとつながり発掘されるんで黙ってる。領収書出せばいいだけなのに、なんでそれ言うと差別っていうの。室井うずきっていうのこれ、ゆうずきが敵に回り、田島陽子がだんまりな時点でフェミ界隈が異常事態。フェミは学生運動と同じく内ゲバで崩壊しそうやな。立憲が黙ってる理由は不明なんですけど、加担してるからだろうが、共産は共産ほど甘いする汁捨てないから擁護のモチベ上がんないのかな。それとも税金ちゃんと使ってんのかって話だから擁護できないんだか。赤い羽が炎上すると大弱りなので、自民と同じくなんとかコラボ爆破だけで終わってほしいとか祈ってるのかな。コラボ1億、赤い羽190億円ですから、赤い羽って年間190億円ぐらい集めるんだって。痛いけな子供が少ない小遣いになるから一生懸命募金したものの総額が190億円。許せんなって話なんですけど、甘い汁吸いどもはなんとかまあ赤い羽守りたいでしょうね。予算規模から言ってもどう考えたって赤い羽の方が本丸だもんな。フェミは一人一頭と呼ばれる自分勝手でわがままっていう属性がありまして、しょっちゅう打ち下馬しております。きっと精神が幼いんでしょうね。左翼は甘えとはよく言いますけれども、俺が言ってんですけども、コラボ問題活発化で2021年8月30日報道を思い出した人が新しいスレッド立てました。掲示板ですね。日本政府金融活動作業部会 FATF にマネロン対策が甘いと指摘されてしまう。21年8月30日ね。犯罪組織が NPO 法人を巻き込むなど手口が複雑化しており、マネロン行為の厳罰化を含めて改善を迫られるという古い産経の記事を発掘。ネットの反応です。コラボのことドストレート。一回全部検査しろ。公開したとしてもノリだらけ。マネロン以前に男女共同参画予算が資金源。市民団体ってクズしかいねえの。厳しくやられたら困る議員もいるんだろうな。新しい資本主義かっこマネーロンダリング。コラボは韓国の自称慰安婦支援団体、正義連のスポンサー団体で寄付もしてるし、代表自らはるばる集会に参加もしているし、年頃であります。韓国の正義連とコラボ。年頃、寄付してる。最近そこのね、元代表のユンっていう国会議員の秘書が北朝鮮のスパイであるとして逮捕されました北朝鮮に暗号通信した証拠を押さえられた模様。捕まった秘書、申し上げる言葉がない。とか、言ってんだって。ネットなんです。コラボから芋づるすげえな。韓国の反日活動の主体は北っていうのはまあ公然の秘密だよね。これもあっちじゃ死刑では。つまり都の金がコラボ経由で北朝鮮に流れてたってこと。税金が北朝鮮の資金源になるって大問題でしょ。赤い羽の金もだな。コラボ電話団はこれに関して何か言ってる？自称慰安婦さんが、あいつらは北朝鮮と繋がってるって言ってたのになぁ。あいつらって正義連のことね。韓国で慰安婦募集校で騒いでるのは、日韓分断を図りたい北朝鮮シンパ、北朝鮮のスパイ、北朝鮮の工作員であるっていうのは、まあ常識ですね。日本と韓国がまかり間違ってですね、仲良くなっちゃって、一致して、共同して協力して、攻めてこれと困んですよ。だから日韓分断を剥がんなくちゃいけないわけ。嘘でもなんでも慰安婦が徴用工がーっつってね。これは共産党中核派、角丸派、令和などパヨが
外国の手先であるっていう構図と同じであります。令和の山本太郎なんか外国人生活をも推進してましたもんね。立派な国って見られます、その方が、みたいな。バカ野郎って、そんな返すだったらおめんちで、おめんちで引き取れ、面倒見ろ、いう感じなんですけど、韓国のスパイは日本より成功してて、先代の大統領は北の手先丸出しだったし、国境付近の観測所を爆破したりですね、脱北者を無慈悲に送り返したりしてました。まあ、日本もですね、鳩山由紀夫なんていう無自覚スパイが総理になっちゃった子供から偉そうなこと言いませんけれども、コラボ界隈から韓国の反日団体から北朝鮮っていう流れで金がいってるわけですね。そうすると正義連スポンサー団体のコラボはテロ国家支援団体っていうことになりますよね。コラボ以外の若草ボンドパップスは外国団体に寄付してんでしょうか、してないんでしょうか、調べる必要ありますね、これ。この場合は公安の出番かなって感じなんですけど、1月13日、奈良地検、山上徹也容疑者を殺人罪で起訴、山上徹也の減刑を求める会、伊豆で来たんだ、こんなの。伊豆で来たんだ、伊豆の間に。もちっと、ネーミング、工夫できなかったのかなって。が、減刑嘆願署名、1万筆を、提出、過酷な生育歴を鑑みて温情を、本人が非常に真面目努力家であり更生の余地ある人間であることとして、だそうございます。ネットなんです。真面目で努力家ってなんでもあんの、こんなの減刑されるわけでいいだろ。同情するのは勝手だが犯罪を許してはいけない。ネットで集めたのに1万人しか集まんなかったの。計画立てて銃と弾を自作して死者で練習してまでしてるんだから無理だろうな。選挙妨害の政治テロだぞ。自分から名簿を渡してどうする。公安はいいリスト手に入れたな。これテロリストである山上に同情するテロリスト予備軍ってことですもんね。真面目で努力家ってどこでわかんだって話。執念で銃と弾を自作したから努力家なんだが、犯罪者なんだから少なくとも真面目ではないはずですよね。犯罪に向けて真面目に取り組んだかもしれないけれども、世間で一般に言うところの真面目じゃないですよね。親が変で山上より過酷な人生の人はたくさんいるよ。でも犯罪しないよ、犯罪せずに頑張ってんだよ、そういう人ほとんどなんだよ。山上誰でしょ、こんな真似すんの。自分が不幸だから他者を害していいっていう理由にはなりませんよ。選挙の演説中の総理経験者はですね、狙撃って民主主義に対する挑戦なんですよ、これ。これ自由に物が言えなくなる、外で、外戦できなくなって、してみっと万機公論に決すべしっていう勅命にも逆らってるしね。署名出した連中は安倍ができれば、まあ、民主主義ならどうでもいいっていう共産主義者どもなのかな。民主主義破壊テロに賛同する人間が1万人もいる恐怖。公安がリスト調べたら、ほとんどが架空の住所かもしんないな、もしくは超高齢者とか、もういいや、どうなってもっていう。高崎市長射殺事件の犯人は死刑求刑されて、まあ、結果的には無期懲役の判決だったんですけれども、この場合はですね、背後に暴力団がいたっていう、ことで山上とは、ちょっと違うんですけど、まあ、いずれにしても、判決、休憩判決待ちですね。どうせ最高裁までやるんだろうから、何年かかんだろうな。結果は、まだ遠いわな。令和が発表した1議席を6人で1年ごとに回すですね、令和ローテーションについて、まあ、議席ロンダリングっていうんですか、立憲安住、国民の皆様が認めるものなのか、共産小池晃、現時点でコメントできない。これが自民なら火ついたように騒ぐくせにね。ぐじぐじゴニョゴニョ言ってましたわ。ネットの話です。政治で遊ぶな。元議員量産好き、立憲共産、うまいこと考えたな。自民がやってたらテレビ含めてアホみたいに騒ぐくせに。令和が相手ならゴニョゴニョ言って終わりですか。今はコメントできないって、共産は自分らもとか考えてんじゃないだろうな。タレントに1年だけやらして議席獲得。毎日入れ替えれば1年で
365にそんなに玉いねえよ。共産は自分らもやりたそうっすね。恥知らずの共産のくせに一応イメージ気にしてんでしょうか。それとも不破鉄道に聞かないと決めらんないでしょうか。有権者から付託された任期を全うするはずっていう常識が悪党には通用しないっていう恒例ですね。ルールを性善説で作っちゃいけないっていう、いっそ全党が真似して大混乱してですね、これじゃあかんっつって法改正っていうのがスッキリするんじゃないかなと思います。日本政府英国と準軍事同盟締結、日英伊共同で戦闘機を開発する、射程1000キロ以上の巡航ミサイル開発、弾頭スイッチで偵察弾頭、索敵妨害弾頭、攻撃弾頭のコンビネーションを実現させる。中国政府、日本は地域安定の破壊者、日米は悪魔とか言っちゃう、ずいぶんビビってるみてえだな。お前が言うな案件ですよねこれね。ネットの話、お前が言うな、鏡見て喋ってんのか、聞いてるようだな。少しは言葉選べよ。イメージなんか気にしてんのかその言動で。お前らの周辺全部敵国じゃん。中共いつもの何言ってんだ案件。中国、韓国、北朝鮮が何か言ったらですね、お前が言うな万能説。これは国内のですね、日本語使ってるが実はちょっと違う日本語使ってるっていうパヨにも例外なく適用できます。パヨが何か言ったらばお前やって、聞きもしないで罵倒しとくと何でも適用できる、言い返せるっていうね。日米悪魔、これは初登場じゃないでしょうか。この罵倒は悪魔が何言ってんだって話ですけどね。お前が言う、お前だけには言われたくねえ。チベットとウイグルで悪魔の所業してんだろうお前ら、っていうんですね。まったくな。ま、2月末まで結構時間ありますから、みんな忘れちゃわないようにですね、コラボ、ボンド、パップス、若草、村木敦子、赤い羽、凱旋やってですね、ネット見ねえ人にも知らせようかな。でね、告知しっと妨害くと嫌だから、告知しないで、神出鬼没にパッパッパーってやろうかなって思っております。メール当院さん大募集であります。よろしくご登録ください。デトックスジャパン。